はい、こんにちは、こんばんは。今回は Amazon で買ったですね、PWK タイプ28杯のキャブレター、こちらとりあえず動画撮ってみました。これダメですよね、これ刻印したらもろパチモンですね。これ3000円なんですよ。キャブレター紙3000円ってやばいですよね、本当。どうなってんですかね。もともとあれなんですかね、この PWK の下請けでやったところが契約ライセンス切れて肩余ってるから作って売っちゃえみたいな感じなんですかね。わざわざね、肩作って作るとはちょっと思えませんので、まあですね、僕これパチモン欲しくて買ったわけじゃなくてですね、ちょっと測定用にですね欲しかったので買ってみたら、あまりにもですね上質でちょっとびっくりしました。はい。でも付属品は、まあ、こんな感じですね。すごいですよ、ジェットまでついてきてます。スロージェットとメインジェット、至れり尽くせりですね。なんかホースね、適当に使ってくださいっていう感じのと、あとインマニですかね。インマニですね。インマニっていうか、なんすかこれ。まあ一応リップはあるみたいですけど、どうするんでしょうねこれ。ホースバンドしちゃってもここに溝切ってないんで逃げちゃいそうですけど。でもなかなか、ちょうど欲しかったんで良かったです。ちょっとね、中バラしてってみましょうか。それではよろしくお願いいたします。それでは早速、あんまり私ですね、この PWK っていうキャブはあまり馴染みがないというか触ったことないんですけれども、ミニバイクでは結構主流なんですかね。レビューとか見てると、あ、取れない、どうしよう、どうしましょうか。ちょっと叩いちゃっていいですか。よし、た、はいはいはい。まあうん、結構でもしっかり作ってますね。スライドバルブとかもやばいんじゃないかとか思ったんですけど、うん、今日もけど材質なんだ。へえ、すごい、すごいですね。なかなか鋭い仕上がりです。3000円とは思えないですね。どうなってんですかね、本当に。どうやるとこれが3000円で作れるんですかね、教えていただきたい。抜いちゃいましょうか。これ抜いて、パカ。まあでもですね、まあに僕本物見たことないから分かんないですけど、やっぱちょっと鋳造が荒いですよね。結構ガザガザしてるというか、なるほど。こちらどうですか皆さん、 PWK 使ったこと、これってあれなんですかね、かしめられてるんですかね。
これね、まあちょっと質感は安っぽそうですけど、機能はしてそうですね。はい、まあまあこら転がってたら景品のと間違えるな。はっきり言ってもこういうの増えてくると困りますね。純正だと思っちゃいますもんね。ほんとパイロットジェット戻ってみます。あ、スロージェットか。あんま私はちょっと馴染みがない形状ですね。 FCR とは全然形が違うんですね。なるほど。もうジェットホルダーも外してみましょうか。ここって皆さん9なんですかね。9なんて使うのかしら。ほんと似たような感じですけど、あの質感が全然あの違いますよね。えらいペカペカですよね。なるほどでございます。まあちょっと何とも言えませんけど、こんなん買って使っていいのかしらなんてちょっと思っちゃいますね。まあその純正のねスモールパーツが使えるのかとか問題はいろいろあるじゃないですか。そう考えていくとあんまり使わない方がいいんじゃないかななんて思っちゃいますけどね。まあ、使って、まあ、壊れたら調子悪くなったら買い替えてっていう部類だったらいいのかもしれませんね。ほんとでもダメですよねこういうパチモン。パチモンって分かって買ってないからあれなんですかね。これパチモン買った方も罰せられるんじゃないかななんてね最近思うんですけれども、いかがでしょうか皆さんね。でこれを刺してこれねちょっと夢の見える化をするためにですね、まあ、使わないんですよ。まあ、ちょっとね後でまた今度の動画でね撮りますんで、なんかこれうさんくせえな。ここのこんな効き具合向こうにビスが当たるけどいいのこれねえ。こっち側もうフロートが、まあ、これぐらいだからいいのかな。ちょっと今一つあれですね。まあこんなのアマゾンで売ってますんでどうなんでしょうね。おすすめするものではないような。この今日入れづれえな。まあ観賞用、例えば加工用だったらとってもいいですよね。はい、でも、まあ、PWK が最初からついてるバイクがあるのかどうか知らないですけど、まあもう
多分オーバーホールしなくなるでしょうね、これ。こんなのね、例えば純正で使ってるのあるんだったら、これぶち込んで終わりみたいなね感じになっちゃうと思います。でもパフォーマンス出るんですかね、こんなんで。ねえ、このバネもちょっとうさんくせえな、これ。ほんとなんか久々ですね、こういうキャブレター2サイクルね。昔 RZ125 にこんなに似たようなキャブつけて出かけりゃいいと思ってつけたら、むちゃくちゃ調子悪くてハマった思い出あります。はい、まあこんな感じですね。まあ参考になるかならないかわかんないですけど、まあ、PWK 曲がり品、こんな感じでございました。はい、以上でございます。まあ大した動画じゃありません。買ってみましたので、ちょっとね軽く撮ってみましたっていう感じでございます。はい、以上でございます。それでは。